熊熊のそっちの方。なんかこういうのもさ、うん、今まで遠目には見たことあるけど、こうやって見るのは初めて。だからもう本当真下だよね。なんか Google マップでさ、この道の外れの方になんかちょっと空き地があって、これのあの風車のプロペラが3本ぐらいそこらに転がってるのか何な修理用の予備なのか何なのか知らないけど。おお、これは見るべきでしょ。ここに店が立ち上がってんだろうな。ちょっとあれだな、あー寒い。なんかもうちょっとすれば晴れそうだね。あそこほら一応青空が見えてる。いやこれはいいね。見えなくなっちゃった。ただただだだ良いっていうだけだね。ああ、あまりにもなんか当たり前すぎて一瞬見えなかった。うん。もう乗れと言わんばかりのこの岩が、猪苗代湖だね。発砲してるじゃないですか。あそこにも人がいるんだよね。いやー素晴らしい。この風車なんだろう。風車です。あ、そうだよね。あれは水車だったよね。え、水車、あの例の学芸員が言ってた風車、あれも風車ですよね。じゃあってことはやっぱりあれじゃないですか、風車は常に風の方向を向いてるんですよっていうパターンだよね。だからみんな同じ方向でしょっていうね。それで怒って発砲したのかな。
ちょうどいいだろう。いやでもさっきのところはトイレ欲しいよね。いやいやいや、裏番台は裏番台じゃん。なんかこれはこれであれだな、迫力やな。そこがこうだよっていう感じだもん。うん、三体崩壊してるのがね、えぐられた感じの。いやでもすごいな、八方が。大丈夫なのかな。わしら生きて帰れるんかの。うん、うん。いや素晴らしい。いやマジでちょっと風車を舐めてたね。あれ今どこ駐車場だったか。順路って700m 先、目的地終点です。進入禁止、うん、戻れないの。あ、後ろから来ました。 あれか、歩く人のための順路か、これ。33基どころじゃない気がするんだけどね。熊の看板が怖えよ。いやいやいや。いやほら、冬眠前で今大事な時期じゃない。熊に。あんだけ看板があるんだよ、だって。いや、風車もこんだけあんだよ。いやいや、わかるだろ、みたいな。熊の生態と風車は関係ないからね。いやいや、なんか、ただならぬものを感じろよ。ほら、思いっきりはほら、煽ってるじゃないですか。オラついてるじゃないですか。いや、でもほら、ほら見てよ、あれ。いやいや、本当にここに出たのっていう。で、しかもほら、ガオってる。横看板出てるじゃないですか。いいんです。僕は怖いんでいいんです。うるさい。うるさい。
ここは何？あ、これはあれか、全体像ね。あのすごいね、でもこの道も。俺もここを登ろうそう言うのかな。本当正しい、俺が正しい。最高に意識高い系だった俺。いや上、今更なんだけど本当にこの上に展望台あるのかな。うん、まあでもね、あそこに駐車場があって、うん、登ってくださいと言わんばかりのこの道をね。いや俺もここだと思ったんだけど、いやあのちゃんと見てここだったはずだと思うんだけど。やっていうか、ちょっと確認したい。うん、展望台は近いはず。あ、映った。あ、大丈夫。こっちになってる。てか道なくなってない？ところが Google マップで見るとさ、展望台からの景色も大したことないんだよね。実は。まあね。きっと33キロ風車全部見えるんじゃないかな。展望台は見えたけど絶対景色良くなさそうなんだけど。でも木も高いからね。あ、しんどい。まだまだあと3回。いや、お腹いっぱい？いや、そうでもなかったな。うん、あ、
いやでも改めて振り返ると結構登ってきたね。結構まだ見えないじゃんだって。うん。そもそもこの俺がやで。俺が登ってきたんやでって。あれだけの取れ高のために。熊がいるかもしれないってビクビクしながら。いやだって街の中に出てくるんだから熊は。だって食べ物ないじゃん。怖いわ、中世怖いわ。これでトイレないのずるいわ。うん、クマ、うん、クマ言ってるのに散策コースを普通に作ってるとこが怖いよね。いやもうこれぐらいだったらもう車から降りないで見ましょうねぐらいでさ。だってクマの外装平気じゃん。平気な人。あ、根元まで行った。いやでも車両は禁止。川っぺりでヒグマとかもそれぐらいの距離感でいるのに、えいみたいな、釣った魚をこう、おいみたいな、やってるじゃん。やってますか？やってますよ。嘘でしょ、それ。死ぬの？強かった。いやいや、それないだろう。いやいや、彼らそれくらいのノリですか。従ったら帰らされるのっていうのがあって結構えぐくないかね。もう始まってたんだ。いやでもさ、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。